はい、どうも、のろこの人でございます。会話、パート5まではこちら、カイドウ。パート10までは、ゆべのろ。パート15までは、顔なしこけし。3つ、読了しました。そして最後、こちら、婚前旅行。読み進めていきます。よいしょ。誰のセリフ？モブか？ねえ、こんな話聞いたことある？どんな話？結婚式の直後に行方不明になった新郎新婦の話。ウェディングドレスはタキシードを着たままどっかに消えちゃったの。いや、それどこかってどこに？それは分かんないんやけど、でも目立つ格好やったからすぐ警察で見つかったんやって。二人はね、お互いに首を絞め合って死んでたらしいの。何それ、心中ってこと？なんで？それが分からんの。遺書は見つからんくて、亡くなった理由は謎のままや、なんやって。人生で一番幸せになるはずやったのに、なんでよりによって。婚前旅行、96年秋、京都府、M よ、20歳。少し曇った窓ガラス越しに見える外の景色は、畑と山とポツポツと佇む民家ばかりになってきた。まあ M 用のセリフでよろしいかしらね。うまい。どちらかというと都心の喧騒や賑やかな場所が得意でない私は、このくらい牧歌的な雰囲気の方が見ていて落ち着く。時々目に入る木々は紅葉が落ちて枝だけになっているものも多い。もう少し冬が深まった頃に来ていたら、きっと一面の雪景色を楽しめたことでしょう。駅から降りた時には、あんなに遠くにあった山々も今では随分と大きく見える。窓の外を通り過ぎていく民家の一つ一つに古き良き日本の面影を感じるのは、ここが京都だという先入観が私の中にあるせいかしら。ちらりと隣に目を向けると、定彦さんは退屈そうな顔で窓の外を眺めていた。少し心が痛い。定彦さん、婚前旅行は海外に行きたがってたもんね。私がわがままを言ってしまったから。私たちの間に特に会話らしい会話もないまま悩みつつ進んでると、いつの間にかタクシーは旅館の前に着いていた。降りてトランクから荷物を取り出していると、従業員の方々が颯爽と現れて手伝ってくれる。これは M4 さんかな。あ、すみません、ありがとうございます。いえいえ、我々でお部屋までお持ちいたしますので、お任せください。そんな私たちを横目に、定彦さんは旅館と旅館を囲む雄大な山々を眉間にシワを寄せながらぐるりと一望する。まったく、日本の景色なんてどこも一緒やな。少し街を出れば山、山、山、分け入っても分け入っても青い山、種田三等かや。そう、風情があっていいじゃない。同じ山でも四季折々の景色を楽しめるのが日本の素晴らしさの一つやと思うわ。肌を刺す冷たい風に私はとっさに髪を押さえる。旅館の片隅に佇む木からひらひらと残り少ない紅葉が儚く舞い散るのが見えた。そう、私は日本のこういうところが好きなの。晩秋とも初冬ともいえるこの中途半端な時期でさえ、その時期にしか見られない風情がある。ふと視線を感じて定彦さんの方に目を向けると、彼は私をじっと見つめていた。頬を撫でる風がより一層冷たく感じる。
私の頬もきっともみじのように赤くなっているに違いない。それが恥ずかしくて私はつい顔をそっぽに向けてしまった。ふっ、そんな式も含めてもう飽き飽きや言うでんの。いつまでも同じような場所で同じような景色を見て同じようなことばかり体験するというのはよろしくない。こんな狭い島国に引きこもってないでもっと世界に目を向けるべきやねん。他国には日本とは全く違う発想や考え方がだな。問わず語りで帝彦さんは語り出した。出会ったばかりの頃は驚いてしまった帝彦さんのそんな一面も今ではすっかり慣れたもんやった。すると旅館の中からおかみさんらしき女性が出てくるのが見えた。ああ、本日は縁のはるばるようこそお越しやす。お部屋までご案内いたしますのでどうぞこちらへ。おかみさんは深々とお辞儀をし私たちを館内に案内してくれる。おお、まあ素敵。玄関に入るなり私は思わずそうつぶやいてしまった。木造で統一された館内からほのかにヒノキの香りが漂ってくる。壁には肩幅もありそうな大きさの額に大きく禅と書かれた和紙が飾られている。そばには樹齢何十年もの松の木がそのまま小さくなったように生命感にあふれる盆栽が置かれていた。古き良きっちゅうやつか。いかにも驚がすきそうな雰囲気やな。隣の帝彦さんの顔を見ると眉をひそめていた。でしょ、変わらないものって素敵だと思うわ。帝彦さんは私を見下ろすと小さく口を開き、思いとどまったようにしかめっ面のまま口をへの字に結んで黙ってしまった。一体何を言いかけたんだろう。もう夫婦になるのだから思ったことは素直に言ってくれてもええのに。いや、帝彦さんのことだからきっと私に気を使って言葉を飲み込んでくれたのかもしれない。一応気を使える夫なのね、ちょっとは。受付のカウンターで手続きを済ませると、おかみさんが引き続きじきじきに案内してくれる。あ、この廊下を左にまっすぐ進んでいただくと、右手に宴会場が見えます。さらに奥に進んでいただくと当旅館自慢の天然温泉に続く廊下がございます。温泉は2種類ございまして、一つはヒノキの露天風呂、もう一つは石造りの露天風呂です。この時期はどちらのお風呂でも赤く染まった山々を一望することができます。今の時間帯はそれぞれ男湯と女湯で分かれておりますが、午後5時を境に入れ替えを行っておりますので、どちらもお楽しみいただけます。そう、それが私がこの旅館を選んだ理由の一つだった。帝彦さんは旅館選びは完全に私に一任してくれた。本人は国内の旅行に興味がないからだと言い張っていたけれども、私が気兼ねなく好きな旅館を選べるようにという彼なりの優しさだったんじゃないかしら。おかみさんの説明は続く。当旅館は明治19年から続いております。これも長くご贔屓にしてくださったお客様方のおかげで。明治19年ということは一世紀以上続いてるということになる。道理でとても趣のある旅館だと思った。いとおかし。隣を歩く帝彦さんを見上げると相変わらず全く興味のなさそうな顔をしている。帝彦さんに申し訳なさを感じる一方で、言葉を交わさなくても帝彦さんの症状から心の内を想像できるようになったのはなんだか嬉しくもあった。そうこうしているうちに私たちの部屋キクに着いた。長旅ご苦労様でした。どうぞごゆるりとおくつろぎくださいませ。
最後におかみさんは深々とお辞儀をして去ってった。私は畳の上に荷物を置いて部屋をぐるりと見渡す。まさにこれぞ旅館といった純和室やった。素敵なお部屋ね。障子を開けるとそこは公園だった。丸い付けを挟んでゆったりとくつろげそうな椅子が2つ向かい合っている。素敵素敵とや、うるさいな。もう表現方法が、語彙力がそれしかないんか。だって素敵なんやもの。こればっかりはしゃあないわ。テヒコさんは公園の椅子の片方に腰掛けると上着の内ポケットからタバコを取り出し火つけた。タバコ吸うんかい。私は今の机の上に置いてあった茶器を使ってお茶を入れると一服しているテヒコさんに差し出した。どうぞ。テヒコさんは無言で窓の外を眺めている。お茶菓子はいかがかしら。テヒコさんはちらりと私が手に持っていたモナカに目を向ける。俺は甘いもん苦手やと言わんかったか。もちろんテヒコさんの好みは知っている。それでも疲れた今なら甘いものが欲しくなってんじゃないかと聞いてみたけど余計なお世話だったみたい。テヒコさんはため息をつくように煙を吐き続けた。Mよ、お前がどうしても京都がええって言うから今回の婚前旅行は俺でやったが、新婚旅行は絶対ハワイやぞ。そこはハワイなんか、メジャーだな。ハワイ。ハワイか。以前にテヒコさんには伝えたけど、やっぱり海外は怖い。だって向こうは銃の処理すら当たり前と言うじゃない。言葉が通じないだけじゃなく、常識すら通じないに違いない。ひょっとしたらちょっと言葉間違えただけで簡単に撃たれちゃったりして、その恐ろしい可能性を考えるだけで背筋が凍る思いだった。でも私たちはもうすぐ夫婦になるんだからわがままばかりも言っていられない。テヒコさんは今回は私の要望を聞き入れてくれたのよ。それだけでも十分に感謝しなくちゃいけないわ。え、そうね。ハネムーンはハワイに行きましょう。テヒコさんは机の上の灰皿にタバコを押し付けると手持ち無沙汰になったようで、再び窓の外の景色を眺めていた。テヒコさん、せっかくやからもう少し館内を見て回っていない？お夕飯までまだ時間はあるし。テヒコさんは面倒くさそうに顔をしかめた後、ため息をついてタバコを胸ポケットにしまい立ち上がった。ああ、暇つぶしにはちょうどええやろ。瀬尾と浮かしき川の流れる音に耳を傾けながら渡り廊下をテヒコさんと並んで歩いていると、ふと窓の外に目につくものがあった。テヒコさん、あれは何かしら。テヒコさんは言葉で答えず目線だけをこちらに向ける。いや、あのほら、あれよあれ。旅館の中庭にポツンと小さなお寺のようなものが立ってんのが見えた。あれは祠かしら。なや、あのちんけな祠がどうしたっちゅうねん。祠というのはな、神仏を祀る小規模な電車や。大方昔に近くの川が氾濫したとか、二度とそんなことが起きないよう神頼みのために作ったのがそんなとこやろ。自然災害を相手にそんな迷信や信仰に頼って対策した気になるとは滑稽やな、バカらしい。そんな罰当たりな。テヒコさんの前じゃ大きな声で言えないけれども、私はそういった神様や運命といったものを結構信じるタイプだった。この世には科学で説明できないことがたくさんあるんだから、きっとそういう人知を超えた何かがこの世にはあるに違いない。そんなタイプだからか、私はあの祠にどんな由来があるか好奇心が刺激されて仕方がなかった。
そんな時ちょうど旅館のスタッフさんが通りかかってくれた。まだ学生といっても通じるような若い女性や。あの、お忙しいのすいません、ちょっとよろしいですか？あ、はい、何でしょう。あそこに見えるあの小さな祠、あれは何ですか？ああ、あれですか。あれは悲恋の果てにこの世を去った男女の魂を祀るために建てられたものだそうです。悲恋の男女。その昔、どれほど昔か存じておりませんが、あの資産家の息子さんと使用人の娘さんが恋に落ちたそうです。まあ、そんなドラマのような恋愛がほんまにあったんですね。はい、ですが身分の違いから二人の愛は周りに認めてもらえなかったそうです。いや、そこはあの資産家の息子権限でどうにかならんのかい。当然やろうな、と帝彦さんは厳しい言葉を挟む。あんたはもう。それで二人はどうだったんですか？と私は続きを促した。ある夜二人は駆け落ちしました。そして二人だけの式を引き取りてあげ、この近くの沼に身を投げたとされてます。きっとそれが二人が添い遂げるための唯一の方法やったんでしょう。そんな、死を選ぶしかなかったほどに二人の愛を認めてもらえなかったなんて、さぞ悲しかったことでしょう、辛かったことでしょう。本当なら未来でたくさんの幸せが二人を迎えてくれるはずだったのに。私はその話を聞き、感情移入をするあまり涙ぐんでしまっていた。私は祠に向き直り、二人の魂に祈りを捧げようと思った。せめて二人が黄泉の国では幸せでいられるようにと。でも手を合わせる直前、帝彦さんが私の手を取った。何が悲恋や。こんなに抗うことを諦めた負け犬の死を美談にするなど、いかにもしみったれた日本人が考えそうなことや。フランダースの犬飼って向こう、本国では負け犬の話やけど、日本では感動の話になってるけれども、本来は負け犬の話だそうや。そんな連中に手を合わせる必要などない。いるぞ。帝彦さんは私の手を引っ張って歩き出す。どうしたんだろう。私の手を引く帝彦さんの力が強い。いつも気難しそうな顔をすることが多い帝彦さんやけど、今は特に何か感情的になってるみたいだ。ロビーを通りかかると、おかみさんが駆け寄って声をかけてきた。ああ、帝彦様、お探ししておりました。お部屋にお電話してもいらっしゃらなかったもので。何や。帝彦様の会社の方からお電話が来ております。連絡してくんなとあるほど言うたろう。自立心の乏しい連中はこれやからもある。私の手を離して去っていく帝彦さんの背に、あ、私はこの辺りをもうちょっと歩いてるわねと伝えた。手を後ろに組んでブラブラと私は当てもなく旅館をさまよっていた。明治の時代から時が止まったような旅館内の独特な雰囲気を堪能しながら、お土産コーナーなんかもこの地方の名産品や文化にちなんだものが並んでいて面白い。こういうのを眺めていると、思えば遠くに来たもんだという実感が湧いてくる。さらに散策を続けていると、いつの間にかおかみさんに案内してもらった大浴場近くの廊下まで来ていた。壁に書かれた温泉の効能は、疲労回復、美白効果、血流改善、関節痛の改善と他にもいろいろ書いてある。
私は温泉のこういう効能を眺めるのが好きだ。わかるわかる。ただでさえ気持ちがいいのに、入るだけこんなにもたくさん、の恩恵が得られるなんて、なんて贅沢なことだろうと思う。ただ混浴ではない点だけが残念だった。デイコさんと一緒に入りたかった。そのことをつぶやいていると、ふと奥の定時型の隅を横切る女性の人影が目についた。あら、これ紹介画面だわ。よし、とりあえず何かちょっとこのスチルが出てきたところで、今回はここで切りましょう。それでは皆さん、バルリオス。さあ、ここからどう展開していくんでしょうか。次回へ続きます。ご視聴ありがとうございました。また見てね。